男の子と女の子の双子か、迷子かな。魔物、危ない、戻って。二人とも強っ。何この5歳児。大変申し訳ございません。僕誤って匠さんのこと殺しちゃいまして。どうやら28歳にして僕の人生は終わってしまったらしい。おはよう。おはよう。二人とも大丈夫だからおいで。最初は警戒してたけど、随分笑ってくれるようになったな。お兄ちゃん、絵本読んで。ああいいよ。頑張ったから褒めてくれたの？うんうん。ねえお兄ちゃん、よし、じゃあ今日は冒険者ギルドに行ってみようか。うん、わかった。じいちゃん、おやつ。気が抜けるな。すみません。